はい、というわけでですね、今日は T リーグイケメン代表の吉村和弘選手にいらしていただきましたけど、お疲れ様です。お疲れ様です。昨日も勝ち星上げまして、はい、どうですかチームの雰囲気、一日経って。まあチームは勝ったんですけど、僕は全然勝ってないということで、すごい悔しいですけど、まあ、それでもやっぱチームが勝つと、まあホッとしますし、嬉しいので、まあなんとか連勝して、まあ、チームの雰囲気も今非常にいいですね。その張本選手筆頭にやはり勝ってる選手が引っ張ってくれているので、すごいいい雰囲気です。どう楽しみです今日も、はいはい、吉村選手の活躍も楽しみです。ありがとうございます。僕も今日は応援で頑張ります。ちなみにですね、はい、あのお忙しいと思うんですよ。もう明日も試合あったりとか、うん、練習とか試合とか、はい、オフの日って吉村選手あるんですか？僕はオフの日はね、基本的に家でゴロゴロしてますね。まさかのインドア派。そう、インドア派なんですよ。僕はね、外でね、結構火を浴びて焼いてるんじゃないかとか、うん、日サロとか行ってんじゃないかとか、うん、結構言われがちなんですけど、うん、全く行ってない。これはジグロです。なるほど。僕はね、インドア派です。あの、勘違いしないでほしいってことですね。そう、勘違いするな、本当に、うん。焼いてないぞと。焼いてないぞと。ジグロだぞと、うん、ジグロだぞと、ジグロだぞと、そこをね、分かってほしいですね、みんな。ちょっとね、イケメンだけに見た目でね、こうチャラいって判断されるのはちょっと、ね、うん、そう、それ本当チャラいってよく言われるんですよ、うん、そうですね、僕は不安で仕方ない。僕は一途にまっすぐ。改めてもうちょっと、はい、吉村選手は、うん、練習も試合も本気で休みの日は家で、そう、お休みしてるんだと、しっかり回復してますと。了解です。これちょっとアピールしていきましょう、はい、本当にお願いしますね、はい、というわけで、はい、最後、はい、メッセージお願いします。はい、まあ、今年も琉球アスリーダ必ず全員で優勝を勝ち取りに行きます。そして僕がヒサロ行ってんじゃないかとか、そういう疑いがある方はぜひやめてほしい。そうですね、うん、はい、それだけです。わかりました、はい、これしっかと伝えます。よろしくお願いします。今日は吉村選手いらっしゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。